はい、どうも、アストライアです。今回はね、最近サブ育ててるんですけど、サブで的を、まあ、一番下から一番上まで、一気にね、登ってきたんで、実際どんな感じだったか、どれぐらい時間かかったのかな、っていうのを一緒に見ていきましょう。まあね、あのー、的をやる気出ない人とかもね、意外と時間かからないんで、よかったら、まあ、これをね、景気に、一緒に頑張って登っていきましょう。ではね、ちょっとずつ、まあ、ちょっとずつ登っていきましょう。 はい。ということで、まずは1階ですね。1階から始めていきましょう。ここに、ここまでの経過時間がだいたい5分ぐらいかな。えー、なあの、的、ま、を入る前のね、クエストとか色々、いろいろ、いろいろ、あと装備の見たりとかね、いろいろ見てたら5分ぐらい経ちました。で、まあここから、どん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 登っていきます。えー、まあ基本のルール、ルールっていうか、まあ普通に謎解き楽しみながら、あの、壺に話しかければ、謎解きのヒントとか教えてくれると思うんですけど、まあ基本ね、あの、ネットとかは見ずに、 壺とか見ながら、基本は自分の力でやっていこうかなと思ってします。じゃあね、まず10回まで飛びましょう。ということで、10回のボス戦まで来ました。実はね、あの、1回全滅してます。はい。ってことで、ここまでの経過時間が、だいたいまあ、どれぐらいだろう ?40 分ぐらいかな ?40 分ぐらいで10回まで来れました。だいたい10回でまあ、30分ちょっとぐらいっていうペースになってます。今のところね、謎解きもそんな強くないですね。 ただ、ボスは油断してると普通に全滅します。そしたら、えー、次、20回まで飛びましょう。なんとか無事に20回のボスまで到達しました。だいたい、ここまでで1時間半ぐらい経過してます。だから、10回から20回で、まあ、1時間弱ぐらいかかってます。でね、このギガボンバーっていう技がめちゃくちゃ強いっていう感じでしたね。あの、低階層はで。こいつらめちゃくちゃ強かったです。2回ぐらい全滅したかな。 で、なんとか倒して、どん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 進んでいきましょう。じゃあ次、30回までいきまーす。なんとかね、20回の強いボス倒して、30回まで来ました。まあ本当はね、5回層ずつ、ボスがいるんで、5回層ずつやってもいいんですけど、まあそれだとね、だいぶ細かい感じになっちゃうんで、10回層区切りでやってます。でここの30回のボスがなかなかまた強かったです。まあ、1匹のボスだとすごい楽なんですけど、あのー、20回のボスとか30回のボスっていっぱい複数出てくるんですごいやりづらかったです。 でここまでの所要時間が、えだいたい3時間弱ぐらいかなーって感じですね。20回から30回もだいたい1時間ぐらい。まあ、10回そう進むのに1時間ぐらいかかるかなーっていうイメージで、今のところ進んでます。謎解きはまだまだ全然簡単です。そしたらね、次40回行きましょう。はい、40回まで来ました。ここね、実はめちゃくちゃまくりました。というのも、まあ、謎解きが簡単だったのかなとかがあって、まくってきました。んでね、ここの、 このブーネイさんがすごい弱くて、ボス戦もね、全然時間,時間かからなかったので、ここはすごいまくっていきました。ここ多分30分ちょいぐらいかな、経過時間的に言えば、えっと、3時間半とか、3時間半ぐらいかなって感じで40回まで来てます。すごいまくれました。30, 30から40はすごい楽だなと思っておくとね、真ん中ぐらいに楽なところが入るんで、ちょっとはね、心の安寧を取り戻しながら。 まと攻略できるんじゃないかなと思います。そしたらまた次50回行きましょう。うはい、50回まで来ました。なんとか50回、大台の50まで来ました。ここはめちゃくちゃ時間かかりました。1時間20分ぐらいかかったのかな。だからもう5時間弱ぐらいここまででかかってます。5時間弱ぐらい。まあなんでかっていうと、いろいろ理由はあるんですけど、ま,あ、まず1個が、あのー、クエストじゃなくてなんだ、謎解きか。謎解きがすごいだるくて、 昔の装備を強化していったりとかが必要になって、一旦貝戻ってあのアイテム集めに行ったりとか、いろんな作業が入ってきて、すごい時間がかかりました。すごいめんどくさかったですね、単純に言えば。しかもね、あのー、結構ね、まあ、この的ってただ進めば進むだけでいいわけじゃなくて、まあ、クエストっていうか、謎解きがあるわけで、その謎解きに必要なね、武器とか装備とかを、 あのーまた1から作っていかなきゃダメっていうパターンが結構あってそれがすごい今回の40から50は多かったかなっていう感じですねということで結局経過時間がだいぶ増えちゃったっていう感じになりますレベル上げとかはねここまでまあそんなしてないかなっていう感じですねでこっからはだいぶもうボスは弱くなりますね一番多分2030ぐらいがボスは一番強いかなっていう感じですこっからはもうボスは割と簡単に倒せるんで進んでいきましょうでもね最終的にどうせフェザーチップ取るときにね あの、レベルのあれがあるんで、結局レベルを上げなきゃダメなんで、上げながら進むのも効率いいかなと思います。そしたら次、60回行きましょう。はい、ということで、次、60回まで来ました。ここ、どれぐらいだったかなそんな時間かからなくて、多分50分、45分とかで来れました。だから、6時間、じゃあ、5、6時間じゃない、えー、っと、5時間半ぐらいかなって感じです。まあ、60回のボスは弱いです。ここね、結構、あの、なんだろう、う敵いっぱい出るんでね、 仲間呼びされて強いかと思えば結構弱いです。というか50から70最近解放されたと思うんですけど、全体的にボスはすごい弱いです。やっぱり20、30ぐらいの時がボスは一番強かったかなっていう感じですね。ただ、えー、謎解き謎解きに関しては上に行けば行くほどめんどくさくなります。あのー、なんか、タコメットを冒険者の鉢巻を装備してイオマータで倒せとか、今までがな何て言うのかな、2個で行けたのが3個いるみたいな。 今までは冒険者の、あのー、鉢巻装備して、いイオおまわたすればよかったのが、そこにタコメットっていう、モンスター指定が出てきたりとか。なんかね、条件が一個増えたなーっていうのが感じましたね。ここね、この辺に来て。か謎解きは時間かかるんですけど、ボスは弱いんで、まあ、結局どうなのかなっていう感じでしたね。そしたら、実際、次、最後ですね。最後、70回まで行きましょう。はい、ということで最後、ついに最後ですね。70回層まで来ました。 もうね、親の顔ほど見た顔のボスですけど。まあみんな20秒じゃないな。12秒とかで倒せるんだっけ ?12 秒とかで倒してる動画いっぱい上がってると思うんですけど。あ、ちなみにアストラアチャンネルのショートにもあります。よかったら見てください。ってことで、えっと、ここまでの経過時間。まあ実際下から1回から70回までの経過時間で、えっと、6時間ぐらいかなっていう感じですね。まあ実際クエストやって、 始まってるんで、まあ、ただ登るだけなら6時間かからないかなっていう感じになってます。で、えー、っと、まあ、これ実際ね、あの、謎解きを真面目に、真面目にって言ったらあれですけど、あの、攻略密にね、自分自身で考えながらやってるんで、これぐらいになってるんで、まあ、あの、本当に最速で登りたいんであれば、壺とかもね、調べる必要ないんで、だいぶ時間短縮できるんで、どうだろうな、多分5時間もかかんないんじゃないかなぐらいで登れると思います。まあ、 10回登るのに1時間弱ぐらいかなってイメージです。30分だとちょっと難しい。30分から1時間ぐらいで10回登れるかなっていうイメージですね。ただ、ボスに全滅したりするとすごい時間かかるんで、それだけは注意してください。ただね、ここで1個、あのー、あれなんですけど、謎解き楽しいです、結構。また、6時間ぐらいの配信だったんですけど、全体、全体で。あのー、そんなね、眠くなったりもせずに楽しく、 登れたんで、実際的を結構楽しんでね、あの、楽しんでやるのが一番近道かなと思います。ぜひ<あ>ね、的をあのまだ終わってない方、楽しみながらやっていただければと思います。あ装備はね、体験がおすすめですね。全体的に登ってきて、両手剣が一番早いかなと思います。両手剣の最終的にはフォースブレイクの方。 で、ない、ない時はギガボンバーとかがめちゃくちゃ強かったです。ギガボンバーとかは、あのー、クエストでどっかで使うことになるんで自然と覚えてると思います。ギガボンバー、低階層はギガボンバー、上は暗黒連撃のホースブレイク。上か、上の階層はそれが強かったかなっていう印象になります。で、謎解きに関しては、あのー、アクセサリーとかは結構ね、わかんないのはもう調べちゃってもいいとは思うんですけど、できればね、あの、自分で考えてやっていただければ、 的を楽しく進めると思うんで、ぜひ頑張ってください。こんな感じね、フォースブレイクやって、これ終わっちゃったんですけど、暗黒連撃っていう感じですね。<laughs> そしたら、今日はね、あのー、まとの,の動画でした。ご視聴ありがとうございました。あと、終わったらね、し,し,しっかりフェザーチップ取るの忘れないようにしてください。っと,さということで、またどこかでお会いしましょう。普段はライブ配信してます。よかったらね、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、Twitter じゃない X、よろしくお願いします。バイバーイ。